のバッド松丸くんのご紹介をしたいと思います。なんと松丸くんは銀座の高級お寿司が大好物で、将来社長になりたい、実はいいやつかもしれないペンギンのペンギンを元に作られたキャラクターです。で、この手のひらサイズの SS サイズバッド松丸くん。次にペットボトル 500ml のペットボトルと同じ大きさの S サイズの松丸くん。最後は枕にもちょうどいい M サイズの松丸くんの3サイズの展開となってます。ちゃんとねペンギンだからお腹の部分もこういう白いデザインになってるし、このツンツンの髪の毛はおそらくこういうね、ちょっと名前忘れたんですけど、こういうペンギンの種類がいるからきっとそのペンギンがモチーフになってると思います。じゃあこの遊び方は後ほどご紹介します。つみぐるみ SS サイズで遊んでみたいと思います。さあ、うまく詰めるかな。バランスが難しい。次だ。次はプリンちゃんとバミルちゃん。よいしょよいしょ。次はシナモンちゃん。心が順調に詰めてます。キティちゃんとリボンちゃん。最後はくるみ登ります。で、忘れていけないのはキキとララ。崩れちゃいました。こう綺麗に積むのは頭がいりそうです。リベンジ第2弾。あ、最後の1個、じゃーん。皆さんも遊んでみてください。あずさのつみぐるみ S サイズで遊んでみた、イエイ。ではまずキャラクターのおさらいをしたいと思います。ケロッピちゃん、タキシードサム、これはリボンちゃん、これがララ、こっちがキキ。キキとララは絶対横に積むでしょ。あとはピアノちゃん。ピアノちゃんの次はピアノちゃんとリボンちゃんがね、間違いやすいから気をつけてね。バットバツ。尻尾がかわいいシナモンロール。あとはみんな大好きマイメロディー。ライバルと思っているクロミだね。そしてそして、なんといっても一番かわいいキティちゃんとプリンちゃん。さあ、 S サイズを大集合させてみました。皆さんも積んでみてね。このサイズのつみぐるみ、さっきのように積んで遊んでもいいし、パソコンとかしてる間に手が疲れた時のアーム枕としてもちょうどいいサイズになってます。柔らかいので置いていても全然疲れないですよ。皆さんも思うように過去に使ってみてください。
やっほーい、あずさな使ってみたシリーズ。まずはこの積みぐるみ M サイズ、月頑張って積んでみました。このでも M サイズはもう枕にしてもいいし、こういうところとかこんな感じで本当にふわふわで全然首もしんどくないし、抱き心地最高だし、あとさっきからねちょっとこういう風にして見えるかな、足枕としても使えるし、何より置いてて可愛い。こういう服に積んでもいいし、最後は積みぐるみ M 全員集合させてみました。皆さんも好きなように使って遊んでくださいね。